さあここで打てばいい。投げました。よっしゃナイス。ツベスツベスツベス、いけ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 、ゴー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 、オッケー、ナイス長打。そしてチームが試合終了。カープ敗れましたが見事リーグ優勝を決めました。負けたけど優勝。わっしゃいわっしゃい、負けたけどおじいないよ。おじいはあれ、おじいはおじいはこの松田スタジアムで結実しました。うん、おじい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 、選手たちがファンの声援に応えています。そして今日ついにリーグ優勝に立ち上がりました。おじいおじいおじい、いや負けたけれども、見事ペナントレースを制したカープ、いないね、いないね、クビにされましたね最後に。実況担当は堂前英雄で、松田ズームズームスタジアム何とも言えない終わり方。いやおじ打ったのに負けて優勝ということで、パートをね分けたいと思いますということで、今またね別のパートになってるかと思うんでですけれども、負けて優勝、わらわらわら、何があったと。おじいどういうことや。ポーン、さあビールかけ、いけ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 。おじいなかったよね。でもね、コーチを見つけた、攻撃だ、ムム来たか。おお、笑ってる笑ってる、厳しいコーチも上機嫌。さあ監督、いつもね監督に怒られるんですよ。ピシュー、グワー、目が目がですよね、いつも怒られる。いいんだもうこのチームとはね、今年限りだ。嘘、移籍したいけども最初はね移籍できないと思うんで、どこのチームに行くんだろう。えい、ファン1924人。さあ誰誰誰、お、あ、天才前田さんじゃない、この顔は。あざーす。アイテム、ヤモリの紐の、よくこれわかんないんだよね。いやどうせだったら他の OB からバットとかが欲しかった。あと誰いたっけ。ということで休憩。さあヤクルト戦だ。誰よ、おじいさんから、鈴木さん、おじいさんは自分だったわ。オフにゴルフコンペ、いやーどうしよっかな、賞金オフ出ないよな、やめとくよ。いや賞金が出るんだったらね行くんだけどね。さてと、現在広島、じゃあ二神の店ですね。もうすぐねグレードが上がるはず。いや高えな相変わらず。さあ試合かな、行きましょう。頑張って最後ね打点も上げていきたい。多分このパートでシーズン終わると思います。さあ行くぞ。ランナー一塁という場面、一塁か、アルメンゴ、スライダーとツーシームと縦スラだった気がする。第2球投げました。うおっと、えい、ストレッツ。おじい、バットには当てるが、バットしよっかな。フェードを消したからね、打てるかがわからん。抜けろ、オッケー。いや、ゲッツーかと思ったよ。オッケー、ナイス。強振しよっかな。さあ、こいや。チャラチャチャラチャチャラチャ、いや嘘、マジか、綺麗なね真後ろにキャッチャーフライ打つ。さあ逆境が発動、シンカースライダーカーブかな。おい、オッケー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 、なんとなくしか振っていない。うわー曲がる曲がる、いやースライダー分かったのにな。アウト、これでツーアウト。いやヒット1本打ててますからいいですよ。負けたー惜敗。いやー
ラッキーヒットだよね。バントシフトの間を抜けてったラッキーヒットで、本当はゲッツーだったんだろうけどな。あー、そういえばそんなミッションあったわ。いや大丈夫、また頑張る。さてと、行きますか試合に。なりきりプレイ。さあ、丸さん友達だよ。オッケー。さあ、第1打席チャンス。3割9分2厘。原樹里さん、原樹里さんはね、おじい得意にしてるんで打てるぞ。うわー、正面だった。さあ、第2打席今度こそチャラチャチャラチャチャラ、超える超える超える、超えない、マジかよ。さあ、ここでやっとヒットが打てるね。チャンメが発動だからね。よっしゃー、チャンスでは打てないのを発揮してしまった。オッケー、ナイスバッティング。さあ、またチャンス。あ、これ打てねえやつじゃん。ピッチャー変わる。フォークね、オッケー。フォークとスライダーと縦スラかなんかじゃないの、チェンジアップかな。さあ来い。ウェイ、おじいにビビる。チャラチャチャラチャチャラチャ、もう動かない、何かが足りなかった。オッケー、ナイス、タイムリーにはならん。さあ、もう打者いっちゃうよ。いや、どうしよっかな、強振しよっかな。一発持ってるし、一発あるから、いい風吹いてる。もしかしたら失投が来るかもしれない。スタンドイン。いやー、いけ、伸びろ、伸びない、残念、勝ち、解消。よし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 、とりあえずマルチ、よかった。チャンスでもね、一応最後打てたので、よし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 。じゃあこういうから、19回目二神の店、あと1回だね。あと1回行けばこの店を救える。おじいの金で結局は救うというね。やっぱり投資しなくてよかったんじゃない。うわー、絶不調になった。休養で、おじいは寝る。さあ、そういえばね、前回のパートで藤波くんをね超強化したので、藤波くんと戦いたかったんですけれども、藤波くんが出てこない。では読書したいと思います。名捕手ノート、多分そろそろねキャッチャースキルが上がるんじゃなかろうかと思っております。さあ、あとねレギュラーシーズン2試合だ。その間に読書を進めよう。さあ来い、上がらない。いきましょう、通常プレイ。7連勝中、絶好調。さあ、いきますか、やってやりましょう。今永さん、確かチェンジアッパーじゃない。あー、だよね、チェンジアップだったよね。ここは守備に阻まれました。スリーアウト、畜生、分かってたのにな、打てなかったな。さあ来いや。うわー、今のよ、今のチェンジアップをうまく打っていく。うおー、入ってる。ちょっと待って、審判ボブ・デイビッドソン説。あー、もう今のは普通にタクソンだけだ。さあ、とりあえず1本よ。うい、スライダー、スライダーにカーブにチェンジアップ。いやー、畜生、早い。でも綺麗に、畜生、チェンジアップな。今はもう動かない、おじいさんの時計。歌だけは頑張る。さあ、変化球はなんだ。いやー、ストレート早いね。あ、絶不調じゃん、おじいもだけど。ツーシーム、おお、朝に回ってきた時計さ、今はもう動かない、おじいさんの時計。
歌詞がわからん。よしよし、あ、負けた。はい、僕。いやー、でも最後ね、打てたので、ツーベース打てたので、いやー、トータル見れば悪くないでしょ。じゃあ怒らないで。あ、怒んなかったね、よかった。さあ、レギュラーシーズン最終戦を迎えます。どうしようかな、あと何あんのかな。まあ、1位だからね。秋田キャッチャー、いい。よっしゃ。レギュラーシーズン終わったらクライマックスなんですけども、クライマックスね、うい、なんか来た。いや、来なくていいよ、おじ打てなくなるから。どんどん評価下がるだけだし。さあ、最後の最後の戦い。ツーアウトランナー二塁という場面で G、 オッケー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 。タイミングを見ただけ。チャラチャ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 、野間さんなら帰ってこれる。ツーアウトだしね、外野まで飛んだろ、ホームインだよね。第4球を投げました。よっしゃ、あー、ちょっと早かったか。いや、うまく打ったと思ったんだけどな。よっしゃー、完璧ですわ。遅い球だったら反応できるね。あー、よかった。ナイスタイムリー。最終戦で打点を上げる、かっこいい。101打点。あ、喜んでる。スライダー、オッケー。落ちるのなんだろうね、フォークかな、縦スラかな。よっ、あー、ダメか、ヤマトさんな。まあまあまあ、しょうがない。あー、同点。うん、ちくしょう。痛い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 、オッケーオッケーオッケー。あー、おっ、手取る。じゃらじゃらじゃら、はい、チェンジアップ。チェンジアップ持ちの三島さんですね。オッケー、不調だけど強振はやめよう。投げました、やべ、どうだ、これは内野ゴロ。ね、こうインコース苦手だな、おじ。勝ちモンスター、最終戦勝利。いやー、最終戦を勝利で飾る、やっぱおじかっこいいね。いやー、あざっす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 。3の11ファーボール1打点かね。いやー、これは、いやー、大活躍、あざっす。彼女に、いや、嫁にですね、褒められるのはいい気分。そしてすぐにスタジオに戻ると、大変じゃん。あー、ザキザキコンビ、おじいじゃなかった。今季は1位という最高の結果だった。連覇を果たしたけれども、けれどもだよ。お、来た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 。タイトル、首位打者最多安打、ベスト9 MVP、 え、マジ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 、やったー。え、3万5000人、マジで MVP まで取っちゃったの、やっば。まあ、確かにね、首位打者はわかる。あ、難易度が下がった。あ、テレビ番組が放送されることになった。おお、すごいじゃん、1840人。いやー、嬉しい嬉しい。休んで、まあ、二上の店もう一回あるはずなので、行けるはず。地元で試合があるからね。いや、いいね、絶不調の間にどんどん進んで普通まで戻ってきた。さあ、休みの、お、阪神がファーストステージを、いや、阪神強化しすぎてるからな。さあ、阪神戦、ここはね、きっちり勝って、おじ胴上げをね、再び見たいかなと思います。ただ、その前に二上の店上がりますね、20回目。 OK、 しょうがない、これで軌道に乗ったみたい。ほんと、おじいには頭上がらないぜ。上に上がってんだろうが、もっと頭下げろ。また来てくれ。いや、じゃあ金取るなよ。これで星2になったのかな。また行けば3、4って上がるのかな。
はい、とりあえず寝る。試合前にまたどっか行けないかな。おい、さあどうなるかな、どっちが勝ち上がるかな。さてお出かけで、あれまだ星1のまんまだな。なんでや、なんで躍動。20回行ったからいいんでしょ。ラーメン屋行きたいと思います。ラーメンつけ麺おじイケメンということで、これもね33回行かないと本もらえないので、広島にいる在籍してる間に行きたいですね。ということで今日はここまで。レギュラーシーズンついに3年目終了しました。3割9分1厘14本101打点ということで、タイトルもたくさん取りましたね。次回はクライマックスシリーズ突破を目指して、おじますます頑張っていきますので、ご声援のほどお願いいたします。ということでバイバッチ。